僕が速いパッセージにに直面しししたた時の練習方法についいいいいててお話ししていきたいと思いますいろんなね練習やるんですけど例えばリズムを変えたりとかなんかアーティキュレーションを変えたりとかそういうことはもちろんいろんなバリエーションを使ってやっています。ただそれをやった結果どうなることが目標かというと速いパッセージの一個一個の